遅くなった、ごめんね。こんばんは、ありがとうございます。ちょっとね、明日も朝早いのでねちょっとあんまり長くはできないんだけど、そう、明日早いよね。でも明日も行くよっていう方がすごい多かったから、明日の米フェスも行くよっていう方が多かったから、みんなもね早起きだと思うから、あんまり長くはやらないけど、ありがとうね。初めて行って緊張した。え、なんで？楽しかったでしょありがとうございました。おしゃべり会めっちゃ楽しかった。ずっと笑ってたなんかさ、どうやらさ、今日も私うるさかったみたいでさ、ごめんね、ほんといつもさ、そうなの、なんかね、いつもね、マリナさんとナナミが隣なんだけど、今日なんかナナミバイバイでそうなの、ナナミバイバイでさ、隣ユーハだったんですけど、珍しく、なんかすごい今日3期生のレーンと隣だったんだよね。そうそうなんでさ、ユーハもさ、マリナさんも結構さ、そんなに声大きくないからさ、そう、なんかすいません、各所にごめんなさいって思ったうるさくてすいませんね。今日なんかちょっと違ったよね、いつもとね。だんだん端に追いやられてる。え、そういうこと今日はでも3期生が3人いて、私、マリナさん、そう、なんでだろうね、ちょっと今日もなんか声がでかかったみたい朝当日券並んであるのすごくてに、え、何？振り返っちゃったうるさすぎて、え、ごめんねえ、そうだって、朝一で一部から元気だねって言われたのおもろすぎない？朝からファンの人に元気だねって、全然私そんなことなく、そんなことなかったっていうか、全然無意識なんですけど、面白すぎん？朝から元気だねってファンの人に言われんのなんか近所のさ人がさ、なんか子供に言うみたいにさ言われたんだけど面白い。今日は帰り並みに聞こえてましたね。なんでなん、なんか最近本当に言われる、最近の喋りが本当に声でかいって言われるなんでですかね。まあ、元気だからいっか。元気じゃないよりいいもんね、元気な方がね。でも本当にめっちゃ楽しくて、なんでそんなに笑ってたか今日も記憶がないんだけど今日も記憶がないんだけど、でもめちゃくちゃ笑ってた。なんかもうあの息ができなくなるぐらい、待って、タワーありがとう、気づかなかった何何、ありがとう、探偵、探偵のまたは初めて見た、嬉しい、ありがとうございます。タワーめっちゃ久しぶりに見た、ありがとう、ありがとう、嬉しい。なんならこの配信の声もでかいねごめん、うるさかったらごめん。え、そうなん、なんかさ、もうおしゃべり会のテンションでさ喋っちゃうとさ、配信もめっちゃうるさいよね会場内声が響いてた。え、なんでなんだろう。そう、しかもその今もさ配信中のさ笑い方もさ、なんかいつもと違うかな、なんかはっ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 、やばい、待って、自分の笑い方に詰まっちゃった。え、なんかさ、わかる、いつもと違う笑い方なのなんか
っちゃいそう。危ない危ない、笑わない方がいいね。何なんだろうね。そう、最近すごい元気だねって言われるんですけど、そうそう、でもそれぐらいすごい楽しい。ありがとう。楽しいんです。え、本当になんかもう超楽しかった。何が楽しかったのかあんま覚えてないんだけど楽しかった、すごく。そう、てかさ、多分あれだよね、今日さ、ハロウィン前だったからさ、みんながコスプレしてたじゃん、結構。でそれで多分みんながつられまくって、あの、私にじゃなくていや、わかんない、私に釣られてきてくださった方もいらっしゃったかもしれないけど、そう、私にじゃなくてね、なんか多分いろんなメンバーに釣られて、当日券の売れ行きがすごい良かったらしくて、当日券がなくなるっていう、そんなことあるって感じだよね今日ご挨拶受けて嬉しかったね。ありがとうね、嬉しかった。可愛い子が私の霊に来たんだよありがとうね。びっくり、私もびっくりした。当日券がなくなったんだよね。あ、新潟久しぶり。まあそっか、でも長岡ぶり。でも長岡ってさ、そんな人多くなかったからさ、なんか燕三条もそんな感じかなってちょっと思ってたんだけど、人多かったね今日。多かった。でも朝一はね、まだ結構静かだったんだけど、そう、朝一会場が静かだったからさ、余計に声が響いてたらしいよ私朝一からごめん。そう、でもさ、朝一さ、寂しいかなって思ってたの。でも全然そんなことなかった。朝からね、朝早くからね、来てくださる方がねいっぱいいらっしゃって、全然朝から寂しくなかった。ありがとうみんな、朝から一生楽しかったね、長岡人少なかったよね本当に。だってもう一定の人しかさ、ループしてなかったってレベルだったの私の連。そうなの。でも今日はなんかもう その当日券用の CD そのものがなくなっちゃったんだって。そう、なんかさ、メンバーによってさ、この子の当日券が売り切れましたとかはあったりしたけど、今まで当日券そのものがなくなったんだって。だから多分その全体みんなが結構コスプレとかしてたから、みんながみんないろんなところに釣られまくって、みんなが当日券使ったんじゃないそう、だから当日券そのものがなくなっちゃったんだって。うん、そう、今家に着きました。ありがとうね、来てくれて。そう、なんだ、当日券で一部から来ましたね。ありがとう、本当にいっぱい来てくれてありがとうね。五部の途中で言われ、あ、そう、じゃあ五部でなくなったの。え、そうそう、言ってた。だから私さ、今日 4,5,6 うさぎだったんだけど、7部でまた違う服に着替えるから、そのうさぎの時に来てくださった方に、なんか7部また違う服着るから来てねって言ったら、もう当日券ないんだよって言われた何当日券ないってって思ったら、そう、 CD そのものがなくなっちゃったんだって。ね、びっくり、ほんとオタクはみんな CD 返すよ確かにねCD が売り切れちゃったんだもんね。そういう問題じゃないってねえ、わかる、ほんとに。ね、そう、だからそう思うとさ、残りの後半2部しか来なかったメンバーとかちょっとかわいそうだよね。だってもうさ、来た時には当日券がもう売り切れてるわけだからさ、ね、なんかちょっとかわいそうだったけど、そう、今日初めてみえちゃんに挨拶に来ました。ねえ、ありがとう、来てくれて、待ってるね、またありがとう。寄付したかった、大事にお持ち帰りください。当日券の CD の重さは愛の重さです愛の重さです。確かに今日耳生えてるファンの方めっちゃいっぱいいた。不思議な格好されてる方があっちにいっぱいいた
生誕ティー注文しました。ありがとう。そう、今日もね、今日のおしゃべり会の間にね、生誕 T シャツ多分申し込んでくださった方ね、5人ぐらいいるんじゃないかな5人ぐらいいたんじゃないかな。嬉しい、ありがとう。確かに早めにね、7、8分のね、当日券買ってくださった方はよかったけどね。そうだよね。いや、本当に当日券がなくなるなんてことがあるんですね。だからみんな早めに申し込んでおいてね。まだ11月の分のオフラインは申し込みができるから。どうするの？もうさ、次のオフラインの時は私23歳になってるんだけどさ、そう、今日さ、もう22歳最後のオフラインだったんだけどさ、どうすんの？23歳のお祝いみんなとしたいのにさ、当日券が売り切れましたってなってさ、お祝いできなかったら困るやん。そう、だからもう来る予定のある人はちゃんと事前に申し込んで。本当にせっかく来てくれたのにお誕生日のお祝いできないとか本当にこっちが無理なんかさ、今日さ、朝からテンション変だったよね。確かに今日の配信から変だったわ。そういえばなんか今日のさ、朝の配信の時点でさ、なんか今日ギャルみたいだねって言われてたよね、私。そうだった。だから朝からなんか今日変だったんだ変だったんだ。今日朝からテンション高かったの。確かに朝の配信からちょっと変だったっ今日初めてオフライン行った。ありがとうね、来てくれて。ありがとう。また次お誕生日お会いしに来てね11月新潟まで行っちゃうかな。みゆのお誕生日一緒にお祝いしようよしようよ。いや、ほんとどうしよう。次、せっかくの誕生日端っこに追いやられてたら悲しすぎる。静かにする。黙るわ、ちょっと黙ります。確かにね、最近ね、朝のショールームからちょっとなんかテンション高めだったよね。そういえばそういえばそうだわ。うん、そうだから11月のオフラインはちゃんとみんな事前に申し込んでおいて。よろしく頼んだよ、お願いする。あれ、コード引っかかってきたじゃん。おそろいのブラス見せるという方、ありがとうね、来てきてくれて。グレールのやつありがとう。むしろ足っこ目指しちゃううるさくて上等みたいな。いや、まあそれもそれでありかもしんないよねカイリちゃんは口内の影響で不調だったらしいカイリに不調とかあんの、声のボリュームで。おもろいな。しかも理由口内なんだえ、じゃあもしかして今日実質一番うるさかった私。いや、分かったよね今日。ほんと今日ほんとにね、一瞬机から消えるかと思った、さっきみたいにさっきの今のさ、配信中の笑いすぎた時みたいにほんとに机からいなくなるかと思うぐらい笑ってたの、今日のしゃべり会。おもろかった、ほんとそうなんだよ、もうさ、いなくなっちゃうかと思った、笑いすぎて。ほら、しまいで、ありがとうございます。楽しかった、ほんと。そうそう、昨日のさ、配信の時にさ、なんかさ、なんだっけ、ナンパ文句みたいな。ナンパ文句ナンバーワングランプリみたいな。言ってたじゃん、ふざけて。本当にやってくる人いてさ本当にやってきたけど、何人ぐらいいたかな、何人ぐらいいたかな、
10人いたかいない、エントリー10人ぐらいしかいなかったけどエントリー10人ぐらいしかいなかったけど、そうでもいたの10人ぐらいはおもろかった本当にそうそう、4連番してきた時めっちゃ面白かった。そうなの、エントリーされた方がね4連番してきてね、私の腹筋を崩壊させようとしてくそうなの、おもろかった本当にそう10人ぐらいねいたね本当、そのうち Tinder2 人ぐらいいたんだけど2人ぐらいで間違われちゃった。 Tinder でマッチしましたか？してませんそう面白かったな。もうさ、だってさあれだよ、一人 BGM やってきた人もいたし一人入場 BGM やってきた人もいたし、もう面白かった。サイレントもいたね。なんでずっと喋んないんだろうって思ってそのまま終わっちゃって後からああサイレントしてくれてたんだ後からわかるっていう、いや面白かったな本当。そうめっちゃ面白かったよ本当。みんなさ、そうみんなちょっとおもろかったよみなんかさ、私がさ最近さそのテンション高いのにつられてかさ、みんなもめっちゃテンション高くてさ、みんなのおふざけがすごいの最近最近すごいのよ。いいね、でもお互い楽しみながらできるのね、最高だよね本当に。そう一生笑ってたもん、楽しかった。え、そうなの、みんながさすごいさふざけ始めるのよそうなのよ。でもね楽しい、そっちの方が楽しいもんね。なんかほんとアホみたいなことしてアホみたいなことしてたわほんと。そう面白かった。もう終わっちゃうの超寂しかったもん。八部制、今回のシングルから八部制になったじゃないですか。なんか大変だなみたいな正直思ってたのね。一部から、だってそもそも七部制の時の一部もそんなにすごい人が来てたわけじゃないしなあみたいな、大変だなって思ってたんだけど、そうでも今となっては本当八部でよかったって思う。なんならもうなんか延々としてたいレベルなのね本当は、めっちゃ楽しすぎて。そうだし、なんかその最近、まあ言い方悪く言えばうるさいなんですけどそうなんか、まあ最近でも全然私は意識してるとかではないんだけど、なんか無意識にね元気すぎるおかげでね、なんかすごいみんなも元気に来てくれるし、そうなんかめっちゃ本当に全体的にどの部も来てくださる人の人数が増えた気がする。なんかすごい私が楽しそうにしてるからかなそうなんかすごい全体的に来てくださる人数が増えた気がします、最近になって。だからいつもとかは、いつもっていうか今までは結構朝一とか結構なんか時間を持て余してたことが多かったりしたんだけど、もう今日とか朝一からほんとずっと途切れることなくって感じで、2部がまあちょっと少なかったかなぐらいで、そうずっとなんか楽しかったし、ずっと来てくれててみんなが、そうだからほんとなんか8部制になってよかったなっていうか、なんかそのなんて言ったらいいんだろう、
八伏せになったことによって、いや難しい、何が原因かわかんないけど、でもすごい、そう、とにかくなんか今までよりもおしゃべり会めっちゃ楽しくなったそう、本当にそう思う、うん、一部のメンバーを出迎え、 あれねめっちゃふざけてて、あ、めっちゃふざけてて、いらっしゃいませとか、おはようございます、いらっしゃいませとか言ってたもう朝一の時点でメンバーのテンションが変だったので多分ね、そうそうそう、面白いね本当に、あれまあ朝一から来てくださった方の特権だったね本当、そう、え、そうだからさ、なんかこの八伏せになったタイミングでちょうど、ちょうどっていうかなんかすごい自分自身もおしゃべり会めちゃくちゃ楽しめるようになったから、なんかこう理にかなってるっていうか、部数が増えたことに対して嬉しかった本当。今日久しぶりに、おお待って、おおしって何おおしありがとう、おおしありがとう、そう今日久しぶりに会えた方めっちゃ多かった、そうなんかさ、 NGT に加入して初めての握手会ぶりですっていう人がいて、へーみたいな産業振興センターそうっていう人もいたし、そう本当にほんもはや久しぶりっていうか、もう私多分記憶ないと思うみたいなレベルの久しぶりの人もいたし、本当になんか最近おしゃべり会とか会ってなかったなみたいな方も来てくださったし、そう美味しかった本当に。あと地元なんですっていう方結構多かったね、初めてだったじゃん燕三条でやるっていうのがね、で三条地元だからみんなが地元に来てくれて嬉しいとか、あと私が結構その最近アウトドアだったりして燕三条地域を結構、まあ、PR というかなんか SNS とかに載せることが多いから、地元なんだけどみゆみがめっちゃなんか三条とか載せてくれて嬉しいって言ってくださる方がすごい多くて、そうえめっちゃ多かった、地元なんだけどっていう人すごい多かった、実は新潟市内よりも多いんじゃないか説あるぐらい多かった三条、逆に新潟の人ってさ、新潟だから言わないのかな、別に地元ですって言わないのかな、そうなんかいつもは結構あれ普段はどこから来てるのって私から聞いたりするんだけど、おしゃべり会とかで、そう普段はいつもどこに住んでるのとかどこから来てるのって私から聞くことが多いんだけど、今日はなんか俺ここ地元でとかっていう方がすごい多かった、そうそうそう、だから多分地元の方が多いんだろうね、三条新潟の人は普段から劇場とかがあるから言わないだけかもしれないね、うん、そう地元でっていう人すごい多かった、そういやでも嬉しいよね本当に、てかさちょっと遠いじゃん新潟市内から考えたら、三条とかって燕三条ってさ、まあ車で1時間かかるかかからないかぐらいで、まあ場所によるけど、うん、そう県央の方実は多いのかもしれない、でもさめちゃくちゃさ普段劇場とかでさお見かけする方とかがさ実はその三条とかに住んでるみたいな方多かったりとかして、そうなんかね、そうなるとさいつもさ1時間ぐらいかけて劇場とか来てくれてんだなって、まあその県外の方からしたらもっと何時間もかかって来てくださってる方もいらっしゃると思うけど、そうなんか新潟も新潟で広いから、新潟県内とはいえどもね、いつもそれぐらいかけて来てくださってる方もいらっしゃるんだなって思って、だから今日の会場は歩いて来られるからさみたいな人とかいてあそうなんだって思ってね、確かにね区が違うと確かに中央区とかだったらあ劇場地元だよってなるけどね、確かにね、まあ、三条ってなったら三条って感じだもんね、言ったことわかる
なんか新潟市ってさ、新潟市っていうよりもさ、結構区ごとに分かれちゃうもんね。なんかもう言いたいことは分かる気がする。ほんとでも本当になんか今日多かった、地元なんだみたいな。あとは地元だから久しぶりに参加しましたみたいな人が多くて、そう、なんか最近劇場とかおしゃべり会とかで見かけてなかったなみたいな本の方とかも、なんか最近劇場とか行ってなかったんだけど地元でおしゃべり会があるからちょっと久しぶりに来てみたみたいな人もいたりとかして、そう、なんかね、すごいね。そう、そういう人も多かった今日。なんか実はすごい需要が高かったっていう言い方もあれかもしれないけど、なのかもしれない。でも人が多いのかも、うん、まあ駅から近かったのもあると思うけどね、みんなが普通に来やすい、その県外の方とかも来やすかったのはあるかもね。長岡よりも人が多かったの。まああと3連休だし、明日も米フェスあるからっていう人も多かったりとかするのかもね。ね、それもありそう。なんかなんなら大釜より人いたんじゃないかって思っちゃうぐらいだったけどな。ね、あ、この前新潟と長岡期間短、確かに間はそんな空いてなかったもんね。まあそれもあるけど、新潟久しぶり、前回東京だったからね。確かに、そっか。まあそうだよね、3連休で明日もあるは大きいか。そうだよね、東京より多い気が、うん、なんか、うん、分かる気がする。全体的にね、多かった。だって今までさ、当日券がなくなるなんてことあんまなかったよね。ね、そう、ここ最近で一番多かった。やっぱそうだよね、なんかすごいさ、にぎわってたにぎわってた、ほんと。え、そう、でもね、めっちゃ面白かったのが、私さ、休憩中にさ、地場さんセンターに行ったの。実はみんなは気づかなかったと思うけどそう、なんか今日のおしゃべり会の会場は一応道の駅だから、なんかその、まあ、燕三条の包丁、金物系とかキッチン用品とか売ってる店、お店があるんだけど、そうで、3部終わり、3部と4部の間に実は行ってきたんですよ。今日行ってきたんだけど、もうなんかまたさらに別世界みたいなそう、なんか海外の方もめっちゃいたし、本当に一般の方しかいなくて私はなんかファンの方がいっぱいいるのかなって思ったら、まあご飯の時間だったっていうのもあるかもしれない。みんなご飯食べに行ってたのかもしれないけど、全然、なんなら一人も会わなかったレベル、一人もファンの方がいなかったぐらい、ほんと一般のお客さんしかいなくって、 そんなことあるみたいな。そう、物産館、そうだね、物産館の方かな。そう、あ、逆にみんなが一般の方とは混じり合わないようにしてたのそういうこと？そうなの？そうなんだ。え、そうだ、そっち行ったけど誰もファンの方いなくって、そう、なんなら一般の方に、なんかおじいちゃんに NGT48 あー、 NGT48 っていうのかって、なんかすれ違いざまに言われたそうやってなんか新潟48ねーみたいな言われてて、面白かった
で、なんかその合間にスプーン磨きの体験もしてきたんだけど、なんかスプーン磨き、なんかなんて言ったらいいんだろうな、この今日のおしゃべり会の地場さんセンターの構造がね、まあ普通に私たちがおしゃべり会してたそのお部屋はまあ奥にあって、そこのなんか出入り口がなんか2個あんのよ。2個あって、なんかメンバーの控え室につながってる方のなんか出入り口と、多分ファンの方が出入りする入り口とあって、なんかロ、カタカナのロみたいな四角になってて、なんかガラス張りになってんのね。こっちメンバー側の方と、メンバー側っていうか、まあ一般の方も普通に撮るところなんだけど、とファンの方のなんか出入り口のところと、なんか向かい合わせでガラス張りになってて、でなんかそのガラスの方に向かってこうやってスプーン磨きをしてて、ガラスのあっち側にてか、なんかその中庭みたいなのがあって、その中庭挟んで奥に、まあ、ガラス張りでファンの方とかがめっちゃいたんだけど、全然誰にも気づかれなかった誰にも気づかれずにスプーン削りしてた。そうでも本当にそれぐらいなんかファンの方には合わなかった。一切あっちの方にいたけど、そう、なんなら一般の方に同じでって知ってもらえて、いや面白かったな本当。うん。シュータン T シャツ予約したって報告しようって刀剣買おうとしたら完売して、あ、そうなの。でも買ってくれたんだ。ありがとう。嬉しい。そうだよ。だからさ、もうさ、次のおしゃべり会の時はさ、みんなさ。23歳の生誕 T シャツ着てきてるかもしれないってことでしょ。23日23はさすがに届いてるよね、もう多分生誕 T。 だからもうみんな23歳の生誕 T シャツ着てきてくれるってことじゃんね。次のおしゃべり会やばっ早すぎね、そう、うさぎの格好、そうなの。だからさ、私さ、4部からうさぎの格好する予定だったじゃん。でもなんかそのスプーン削り体験が14時から15時までだったの。14時から15時半までとかだったのよ。でおしゃべり会さ、うさぎの部がさ14時15分から始まるだったので、普通だったらもうその合間に着替えてんだけど、スプーン削りのためにうさぎに着替えられなくて、さすがにウサギで削れんよなってなって、着替えの我慢してたの、ずっと14時まで。でスプーン削り5分ぐらいで終わるんだけど、5分ぐらいで削って、その後急いでウサギに着替えて、まあ間に合ってなかったんだけどウサギ着替えてやった。なんかウサギ着て、まあこれ羽織ればいいんじゃないみたいな風に言われたんだけど、私の今日のウサギ見てくださった方は分かると思う、ここにさここになんかフリフリついてんのよ。もうこれを羽織っても絶対に隠れないここがあってだからちょっとウサギ着ないで置いたんだよね、スプーン削りするときは。でもおかげでそう誰にも気づかれなかったでもさ、なんかああいうさ、まあね、セキュリティ面もあるけどさ、ああいう一般の方がさ、めちゃくちゃいるところでさ、なんかそういう一般の方がフラッて参加できるようななんか機会があればいいのにね。せっかくさ、おー NGT が来てるのかって、なんかちょっと興味を持ってくれてるのにさ、なんか事前に申し込んだ人、登録した人しか来られないみたいな感じがね、なんかもったいないなってちょっと思っちゃうからね。なんかやってんの、行ってみようよくらいなノリで行けるおしゃべり会とかね、あったらいいのにねとは思った、うん、まあ難しいけどね。なんかね、その場でできればいいけどね。うん、
善悪ねやりたいよね、ほんと。そう思う。だから地場産センターめっちゃ結構チャンスだったと思うけどな。まあでも名前を知ってもらえただけでね、次何か機会があれば。いやでも難しいんだよな、なんかさ、その会いに行くまでのハードルって結構高いじゃん。グループを知るで、そっからまあ調べるぐらいまではさ、まあその場でさできたりするけどさ、そっからなんか実際に会いに行くっていうハードルはめちゃくちゃ高いじゃないですか。そこのね、なんか一歩をね、ほんと簡単にできたらいいんだけどね。ね、なんかそういうイベントがこれから増えたらいいなって思うし、なんかすごいね、今日おしゃべり会してて思ったのは、思ったのはってか言われたことなんだけど、なんか昔から NGT 見てて、なんか一期生をもともと応援してたから、1期生の頃から NGT のこと見てたけど、なんかすごい今の NGT を応援しててすごい楽しいんだよねって言ってくださる方がいたりとか、なんか1期生の時はなんかバラバラなのがいいみたいな、まあそれを個性と捉えていたから、なんかその劇場公演とかやっててもなんかこう振りはそんなにすごい揃ってたってわけじゃなかったんだけど、でもそれはそれですごい良くてみたいな。でもなんか最近の NGT はめっちゃ振りの細かいとこまで揃えてて、なんかそれはそれですごい、なんか昔の NGT と違う良さがあるみたいな言ってくださる方がいて、なんかそれすごい嬉しいなって思って、なんか決して昔を否定してるわけじゃなくて、っていうか私自身が昔の NGT が好きだから、1期生の NGT が好きだから、なんかそういう風に思う気持ちもめっちゃわかるんですよ。なんならなんか自分自身がなんかこう自分自身が加わって変えていくことにちょっと抵抗感があるぐらい昔の NGT がすごく好きだから、そうって思うけど、でも今の NGT 本当に振りの細かいところもめちゃくちゃ揃えるようにしてたりするし、そうなんかそのさ、今は今で好きになってくれてることがすごい嬉しいなって思って、そうなんかそれをね、結構おしゃべり会で何人かの方が言ってくださったことがすごい嬉しかったんだよね。そうなんかだから今の NGT48 の魅力をめっちゃ知ってほしいなって思うし、そう、それこそなんか昔の NGT を知ってて好きだった人にもなんか今の NGT をすごい見てほしいって思う。そうって思いました。すごいだし、なんか昔そこまでハマらなかった人は今の NGT を見たらハマってくれるかもしれないじゃないですか。なんかそれぐらいきっと昔と今で変わってる部分があると思うから、そうね、だからこそなんかすごいまだ NGT を知らない人にもなんか今の NGT をすごい見てほしいなってめっちゃ思うな、うん、でもそれをねすごい私に言ってきてくださったことがすごい嬉しくて、わかんない、どういう意図で私にさそれを伝えてくれたかはわかんないけど、本当の意味は耳がキャプテンだからそれを伝えてくれたのかちょっとわかんないけど、でもすごいそれを言ってくれたことが私めっちゃ嬉しくて、嬉しすぎて鳥肌立ってたそう、なんか今言われて一番嬉しい言葉かもしれないなって思いました。今言われて一番嬉しい言葉だなって思う。
最近ハマったばっかりだから昔のことはよくは知らないけど今のグループ見てて楽しいね、嬉しい。そうだから最近になって NGT のことをさ知ってくださったり好きになってくださる方がすごい多いの最近。そうすごい多いなって私もなんか実感してる、グループの中にいて最近 NGT のことを好きになってくださってる方が多いなって。そうなんかすごいそれって嬉しいなって思うし、なんか逆もね嬉しいのよ。昔からの NGT をこう知ってて、でも今の NGT も今の NGT でこう受け入れて好きになって好きでいてくださってる、変わらず好きでいてくださってることもなんかすごい嬉しいなって思うし、でも今は今でこう今の NGT を見てハマってくださるのもすごい嬉しいなって思うし、そうでもそれぐらいきっと今の NGT にもちゃんと魅力があるって思ってくれてるから、昔から好きな人も最近好きな人もこう NGT を好きでいてくれてるってことじゃないですか。だからそれが本当に嬉しいなって思う、思うし、なんか最近になってそのみゆみゆめっちゃ変わって今日めっちゃ言われたわ、みゆみゆって昔とすごい変わったねってそれいい意味で捉えていいよね、いい意味で捉えていいよね。この前さチャットでそのめちゃくちゃ踊れてない自分の動画を載せた時もそうなんだけど、なんかみゆみゆマジでパフォーマンス良くなったって、すごい劇場公演とか見てても昔と比べてすっごいパフォーマンス良くなったねってすごい今日言われたし、そうなんかその見た目的な部分で大人になったみたいなのもあると思うけど、なんかそう変わったねって言われてあそうですかみたいなありがとうございますいいんですかみたいな感じだったけど、そうでもすごいそれも嬉しかった、うん。え、そうなの、みんな褒め上手なんだよ、だから私も気分がいいわけさそうなの、みんな甘やかし上手、褒め上手だからさ、私褒められすぎて気分がいいわけだからうるさくなるのかもしれないそうなのよ、めっちゃだからすごい楽しかったんだと思う。でも嬉しいよ本当に、みんながそういう風に言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいし、多分なんかそうやってグループとして変わっていくために多分自分が変わらなきゃいけなかった部分ってすごく大きいと思うのね、私自身が変わらなきゃいけない、私個人としての、まあ、性格的な部分もそうかもしれないけどもそうだし、なんかそのグループが好きすぎるがゆえに、昔のグループが好きすぎるがゆえにみたいなところも多分そうだと思うし、そう別にそれが悪いことではないと思うけど、それがいいことの時もあるけど、なんかそれに縛られすぎちゃうことも絶対にあったと思うから、そうだからすごい私が変わることによってなんかグループに対する考え方、自分自身のグループに対する考え方とかもうなんか変わってくるのかなって思う、うん、そうだからかもしれない。だからなんかすごい最近私がすごくねなんかなんだろう楽しそうだねとか元気だねもそうだけどですごい言われるのってなんかもう私自身にとってもすごいいいことかもしれないけど、でもそれがだんだんグループのいいことにつながっていくのかもしれないと思っててね、だからすごい頑張るね頑張るね本当になんか寂しい、みんなとおしゃべりできるのもちょっと先になっちゃうの、本当になんか楽しすぎて寂しいわ、しばらく会えないのみんな元気にやっててねまあ明日コメフェスあるんですけど
あ、そうだ、でさ、そう、おしゃべり会で聞かれたの、明日のコムフェス上手と下手どっちが多いですかって言われて数えました。明日は上手の方が多いです。はい、明日は上手が多い。まあ、下手にも行くんだけど上手の方が多いですね、全体的に。この前ね、NST 祭り下手、ほぼ下手だったからね、8割9割下手だったから。明日は上手、半側から見て右側、そうだね、右側、私から見ると左側、明日は上手側が多いです。 KB も下手が多かったっけ。でもね、 KB は割とバランス良かった気がする。明日は上手かな、どっちかというとですね。そう、それだけ伝えようと思ってた。じゃあ明日朝早いのでそろそろ終わりにしようと思います。本当はめっちゃ喋りたいよ、だってめっちゃ元気なんだけど本当はめっちゃ元気だからまだ喋れんだけど、明日に支障が出ると怖いので、はい、ちょっとそろそろ終わりにしようと思います。みんなも明日朝早い人もいるだろうしね、明日コムフェス来てくださる方はね、トップバッターだから、なんて言ったって頑張らないと。そうそう、それでさ、なんかさ、明日コムフェス行くねみたいな人に、なんか他に気になってるアーティストさんいるのみたいな聞いた時に、私たちの次がさ、ビヨンズさんっていうさ、ハロプロさんのグループなんだけど、ビヨンズさんっていう方がいらっしゃって、私たちの次のステージなんだけど、そう、ハロプロさんってさ、マージ歌もダンスもうまいじゃんほんとパフォすごいじゃん。そうで、私たちの次だから、でなんか普段多分48グループあんまり見ないハロプロファンの方もいらっしゃる可能性があるわけじゃないですか、明日はね。そうって思ったら、なんか頑張ろうと思って、そう、なんか舐められたくないし舐められたくないっていうか、なんだろう、 NGT もすごいんだぞっていうのをやっぱ見せたいし、トップバッターだからちゃんとさ、場を盛り上げたいしって思うので、そう、なんかだからね、ハロプロファンの方にも今の NGT の良さが伝わるステージにできるようにって思うし、もちろん NGT をねメインに見に来てくださってる方にはやっぱすごいなって、やっぱいいなって思ってもらえるように頑張りたい。というわけでランキングを読みます。13位竹友さん、ありがとうございます。12位サマサンドさん、ありがとうございます。11位トッシーさん、ありがとうございます。10位カンヤトさん、ありがとうございます。9位イロさん、ありがとうございます。8位ヨシーさん、ありがとうございます。7位ヒーラさん、ありがとうございます。6位雪だるまさん、ありがとうございます。5位のサラさん、ありがとうございます。4位ラムさん、ありがとうございます。3位ホッシーさん、ありがとうございます。2位チェリーさん、ありがとうございます。1位ユキさん、ありがとうございます。タワーもありがとう。それではみんな、私は明日早起きを頑張ります。なんと今日よりも早起き、今日も結構早起きしたけどね、朝の配信のために。でも今日より早起き、明日はもっと早起きなんです。でも絶対にいいステージにしたいから頑張ります。ありがとうね、みんな朝早くから配信見てくださった方も、朝から夜までおしゃべり会来てくださった方も、本当にありがとうございました。朝から夜まで変なテンションですいませんありがとう、またね、おやすみ。